さあ始まりました JLPGA オフィシャルチャンネル、ティーチングプロの岸部花子です。はい、じゃあ今回ティーチングプロ企画の第5弾ということで岸部花子プロにお越しいただきました。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で前回石坂翔子プロの動画で、はい、今回岸部さんなんですけど、まあ、今回はインタビュー動画ということでいろんな生い立ちであったり、まあ、先日お姉さんのキャディでツアーに帯同されてたと思うんですけど、まあ、そういったお話だったりっていうのを伺いたいなと思います。で今までですね、このインタビュー動画は全部コースで撮ってたんですけど、はい、まあ、今回ちょっとあいにくの雨ということで、はい、今富士市原ゴルフクラブさんに、お邪魔してるんですけど、まあ、今回そこのクラブハウスの中でいろいろお聞きしたいと思います。で岸部さんはゴルフを始めたきっかけっていうのはどういったきっかけだったですか？もともと父がゴルフが好きで姉と一緒に練習場に行ったのがきっかけです。それって何歳ぐらいですか？が6歳です。6歳、はい、じゃあもう小学校1年生ぐらいのタイミングで初めてクラブを持ってみたいな、はい、スポーツって他にゴルフ以外にしてたんですか？中学生の時は陸上をやってました。陸上部で、はい、で、まあ、ゴルフを始められて最初どう楽しかったですか？そうですね、楽しくて、あとはずっとやっぱり姉とやってたので負けないようにというかお互いが意識しながらやってました。最初小学校の時どれぐらいの頻度でゴルフやってたんですか？小学生の時は始めた時は多分週に1回のレッスンを最初からスクールに通ってて、でそこから小学6年生ぐらいになったらもう試合にも結構出てたので頻度的には6年生の時は結構やってました。実際そのゴルフが楽しくてプロゴルファーであったりっていうのを目指されたと思うんですけど、こう実際なろうと思ったのはどれぐらいのタイミングでちょっと意識してたんですか？高校生ぐらいですかね。あ、そうなんですか、はい、じゃあもう小中時代っていうのは、まあ、陸上とかもやりながら、はい、単純にこう楽しみとしてゴルフをやってたっていうような感じだったんですね、はい、でご出身は福島、はい、福島県のどちら？いわき市です。いわき市、結構ゴルフは盛んな地域なんですか、そのあたりは？そうですね、まあ、あの先輩方もいらっしゃいますしプロになってる方もいらっしゃいますし、やっぱりいわき市は田舎なのでゴルフをする環境としてはすごく良かったと思います。まあ、近くの練習場とかゴルフ場に行って練習、はい、いろんな練習をしてたっていうような感じなんですかね、はいはい、そのお姉さんともちろんゴルフする機会多かったと思うんですけど、こう同級生とかで一緒にゴルフするような友達とかっていたりしたんですか、その時？はい、で、まあ、ティーチングプロの先輩方とすごい仲良くさせてもらってて、あの地元も一緒の先輩方がたくさんいるのでそういった人たちと一緒にラウンドしたりとかします。高校はゴルフ部？高校はゴルフ部です。ゴルフ部、それはもう、はい、実際プロを目指して入ったっていうような感じなんですか、はい、全然ちょっと話は変わるんですけど、はい、ゴルフとはまたちょっと別でなんか好きなスポーツとか？好きなスポーツ、はい、あったりしますか？卓球？卓球、それはやるのが好き？はい。見るスポーツとかって何か？見るスポーツは陸上。陸上、オリンピックとかも絶対見るような？オリンピックとかは陸上は結構見ますね、はい、好きな食べ物とかってあったりしますか？食べ物はタン？あの焼肉のタン、はいはいはい、牛タン。牛タンが一番好きです。あ、そうなんですね、はい、実際にその、まあ、その後、いろんなゴルフの生活があったと思うんですけど、今ティーチングプロとしていろいろ活動をされてて、まあ、それを目指すきっかけであったりそういったので大体何歳ぐらいに考えられたんですか？まあ、あの20歳前後ぐらいにプロテストを諦めて、その後にあの姉の紹介というかつながりであのゴルフウェアの会社に入ったんですけど、まあ、そこでいろんなあのゴルフ業界の外から見ることができて、で、まあ、その時にいろいろ本当経験させてもらって勉強になったのですごい感謝しています。で、その後にあのやっぱりゴルフ業界で生きていきたいなと思ったのでティーチングプロを目指しました。実際やっぱりティーチングプロの資格を取るまでっていうのは結構長い道のりだったですか？はい、その時は当時4年かかりました。4年？はい、4年こういろんな、勉強であったり、はい、教えることだったりっていうのをやって、はい、去年資格を取られたっていうところなんですけど、はい、実際に、まあ、ゴルフを教えるっていうのを仕事にされてて
こうどういった楽しいこととか、うん、まあ、あるいは難しいこととか、うん、いろんなのあると思うんですけど、そのあたりってどうですか？自分のプレーをやってる時っていうのはあんまりゴルフの勉強をする機会がなかったので、意外と感覚で全てスイングを考えたりとかやってたんですけど、うん、人に伝える時にやっぱり感覚で伝えることってかなり難しいので、このティーチングの資格を取る間にいろんななんか勉強して理屈っていうのを覚えて、で人に伝えていきました、うん、です、はい、そこがやっぱり最初難しかった部分。難しかったですね。逆にこう教えててこうなんか楽しいなとか、はい、こうティーチングプロやっててよかったなっていうふうに感じる瞬間ってどういった瞬間ですか？やっぱりあのお客様がスコアがレベルアップすることはすっごく嬉しいし、なんか教え方が分かりやすいとか先生がいいって言ってくれる方も結構いらっしゃったので、そういう時にあ嬉しいなって思いました。実際にまあ今ってどちらのあたりでご活動されてるんですか？今まではあのインドアスクールで東京でやってたんですけど、6月から新しく千葉県にあるクラブハウスっていうスクールをオープンすることになったので、これからはそちらで働きます。そこにはいろんな岸部さん以外にもいろんなプロが所属されているというような感じなんですか？インストラクターは3人いて、まあ、トーナメントに出てるプロの方たちも契約というよりはあの遊びに来てもらって練習していただくという感じです、ね、そこは屋外の練習場、インドアと屋外どっちもあります。インドアと屋外、はい、じゃあ結構、まあ、規模の大きい、はい、そこに、まあ、視聴者の方行けば、まあ、岸部さんにも会って、はい、レッスンを受けられるというような、はい、まあ、そういったところもあるっていうところ、はい、で、まあ、また話も変わって、その先日お姉さんのキャディをスタジオアリスで初めてキャディをされたっていうので、はい、まあ、すごくこう仲いいっていうところは聞いてはいたんですけど、実際にキャディされてみてどうでしたか？まあ、それこそ最終日最終組っていうところにいきなり巡り合ったと思うんですけど、実際にキャディされてどういう感想を持ちましたか？一番大きい感想はすっごい楽しかったことです。まあ、やっぱ姉とずっと一緒にいれたので楽しかったし、でキャディーをやっていく中で自分はゴルフのこととかラインの読みとかをアドバイスすることはなかったんですけど、姉のことをやっぱ一番近くで知ってるので、姉が次を何を求めてるかとか次の行動を全部考えてあのやったので、姉からはなんかちょっとリラックスしてできたって言ってもらいました。最終日最終組で回られたと思うんですけど、その時のこう、まあ、臨場感というか、まあ、実際に上田桃子さんと大里桃子さんでお姉さんですね、岸部桃子さんの、まあ、桃子対決みたいなのもあったと思うんですけど、実際現場にいてどういった雰囲気だったですか？実際は2日目が終わった時に速報を見てて、あすごいねって話をしてたんですけど、まあ、いろんなあのメディアの方に取り上げていただいてて、で上田桃子さんはもう別格で、大里桃子さんもツアーで一緒してますし、なんかそれで姉も取り上げられてもらえたのはすごく光栄に思ってます。であのツアーの中では、まあ、あんまりそういう話はしてなかったんですけど、あの今後は自分の力で取り上げてもらえるようになってほしいです、はい、じゃあまあ普段はこういろんなキャディーさんいらっしゃると思うんですけど、今回最強のタッグというかまあ実際に成績も出ていいタグだったかなと思うんですけど、ラウンド中とかってどういう会話をしてたりするんですか？まあ、ご兄弟っていうのもあると思うんですけど、なんかずっと喋るっていうわけではないんですけど、ショットとショットの合間にリラックスできるようなたわいもないことは話してました、はい、牛タン食べたいなとかそういうのそうですね、帰ったら牛タン食べようってあとか、実際まあいい成績出されてお祝いというかご褒美みたいなのってあったりしたんですか？あ、はい、あの帰ってから応援してくださってる方とかコーチとかみんなで食事に行って、うん、はい、やりました。今年のトーナメントでまた担ぐことっていうのはあったりするんですか？今度5月 の、 あのブリヂストンレディースオープンでまたあのキャディやります。あ、そうなんですね。じゃあこれ視聴者が見てる方 もうちょうどこの動画が出る頃にはもう近いトーナメントだと思うので、はい、まあ、そういったところもいろいろ注目されるかと思います、はい、ありがとうございます。で今後まあそのクラブハウスさんでいろいろお仕事されると思うんですけど、まあ、今後の目標とか、はい、まあ、将来の、ご自身の活動の目標とかってあったりしますか？まずはあの
6月から始まるスクールで、お客様へのゴルフのサポートはもちろんなんですけど、皆さんがなんか幸せだなと思う空間を作ってあげられるように努力していきたいです。で今後、これ1本目の動画ですけど、2本目以降岸部さんのレッスンの様子だったり、全然硬くなく柔らかく分かりやすい言葉で飛距離のこととかアプローチのこととかいろいろ今後伺っていくので、視聴者の方見ていただけたらと思います。はい、今回は岸部プロインタビューとさせていただきました。今回もありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。